耳ンコウは、哺乳センザンコ目カセンザンコウ族に分類される、哺乳類。ンコウ族の模式種。インド北部及び北東部、タイ王国北西部、中華人民共和国、台湾、香港、ネパール、バングラデシュ北東部及び北西部、南西部、ベトナム北部、ブータン南部、ミャンマー北部及び西部、ラオサ北部模式標本の産地は、台湾。 体長54から80センチメートルほどで、体重は2から7キログラムとなる。前肢は力強く、鋭い爪を持つ。また、尾は筋肉質であり、巻きつけて物を掴むことができる。頭部から背面、尾の先端にかけて茶黄色の鱗で覆われている。以下の亜種の分類は、シュリターに従う。熱帯林、紅葉樹林、新葉樹林、竹林。 草原、農耕地など、様々な環境に生息する。夜行性であり、単独で行動する。生活圏は地上及び樹上。動きは機敏で、巧みに木に登る。力強い前足と尾は、樹上生活に適応した結果である。また、全種は土を掘ることにも適応し、これで主食のありやロアリを探す。そして、長い舌を使って、これらの昆虫を舐め取ることができる。 外敵に襲われた際は体を丸めて身を守る。妊娠期間は140日ほど。1から2頭の幼獣を出産する。中華人民共和国やベトナムでは食用とされたり、鱗が皮膚病、乳の出が良くなる、癌などに効能がある漢方薬になると信じられている。食用や薬用の乱獲により生息数が激減している。採掘。 水力発電用のダムや道路建設による生息地の破壊、交通事故、犬による捕食による影響も懸念されている。中華人民共和国では1960の1990年代にかけて生息数の88から94%が減少したと推定されている。1975年のワシントン条約発行時には、ワシントン条約付属書2、 2017年にワシントン条約付属書愛に掲載されている。ありがとうございます。